皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。本日2月11日金曜日、建国記念の日。題は時間を最高に生かす秘訣という題でお話をいたします。普通に考えた場合、仕事を頼む人はちょっと時間がゆとりがあって少し暇そうな人に頼む。でも忙しい人に頼めと言いますよね。まあその忙しい人というのは短時間で要領よく、いやいやそればかりか、良い仕事、最高の仕事をしてくれる。ところが時間にゆとりがある人はどうでしょうか。時間がたくさんあってもね、時間を持て余してね、あまり重要じゃないことにね、時間を費やすんですよ。そしてそういえば慌ててね、雑な仕事をするんですよね。そして言い訳をする、忙しかった。まあ私はね、ちょっと暇そうな人に頼んでね、あんまりいい結果が出たことないですね。ところが忙しい人に頼んだことで最高の仕事をねしていただいたってことを思い出します。しかも質が良かった。忙しい人の特徴は、まず仕事を始める前に仕事の準備と段取りをよく行います。そして2つ目、物事の優先順位が明確になっています。3つ目、仕事の期限を設定している。今日中に終わらず、1週間後に終わらせて、必ず期限を設定しています。そして仕事を始めたら終わるまでやり通す、やめない。まあ私はですね、そういうふうにやってきました。そういうことによってね、まあ、時にね、ちょっと大変なこともあるけどね、目標を持ってやってるとね、必ず終わるんですよね。仕事は段取り8分の仕事2分と言われますが、その準備がどれだけできてるかで、その仕事っていうのはもう変わってくる、結果も変わってくる。ですから、まあ、仕事の7割から8割はその段取りに費やします。本当に忙しい人はね、忙しい忙しいってあんまり言わないんですよね。本当に忙しい、あの静かな駒が全力でバーッと回ってるようにですね、皆さん全力を注いで主の働きをしなさいと聖書が語るようにね、私たちはガタ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 揺れる、つまり不平不満を、文句を言う、感謝しない、そういう生き方ではなく、パーッ、もうね、感謝とね、喜びとね、もうはち切れんばかりの、そんな忙しくでも仕事がよくできる人になっていきたいと思いますね。新しい歌を主に向かって主の誉れを主の宮に位置させよ。すべてのものを主に向かって歌え。主の御前最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。